アポヤンは、2位の強しによる日本の連作短編小説。本校では、続編及びテレビドラマ化作品、アポヤンに走る国際空港についても扱う。文芸春秋の、別冊文芸春秋2007年3月号から2008年1月号まで連載した後、2008年4月に単行本、2010年10月に文春文庫が刊行された。第139回。 直木賞候補作。アポヤン2は、別冊文芸春秋2009年5月号から2010年3月号まで連載され、恋する空港アポヤン2のタイトルで2010年6月に、単行本、2012年12月に、文春文庫が刊行された。アポヤン3は、別冊文芸春秋2013年1月号から、同年11月号まで連載され、2014年5月に、 アポワズライアポヤン3のタイトルで単行本2017年5月に迷える空港アポヤン3のタイトルで文春文庫が刊行された。タイトルのアポヤンとはアポイコール空港という略語から派生した旅行業界用語で旅行代理店に勤め空港に移動した人々を指す。本作では旅行会社に勤める主人公が本社から空港支店に飛ばされ、 空港で発生するトラブルに巻き込まれながら、アポヤンとして成長していく姿を描いている。いずれも、別殺文芸春秋に掲載。アポヤンに走る国際空港のタイトルで、テレビドラマ化され、2013年1月17日より3月21日まで、TBS、木曜ドラマ9枠で放送された。主演は、伊藤敦史。キャッチコピーは、お客様のトラベブルに、 なお劇中に登場する、ジャルパックは、実在する日本航空グループの旅行会社である。ジャルパック成田国際空港支所、今泉班、遠藤班、センダースーパーバイザージャルパック本社日本航空、森尾その他ゲスト第1話第2話第3話、第4話第5話第6話、第7話第8話第9話最終話 CD、DVD& ブルーレイアポヤンん走る。 国際空港に関するカテゴリー、ありがとうございます。